12月27日午前中の取引を終えました。日経平均株価は2万円の大台をなんとか回復しました。昨日に比べて722円62銭高い2万飛んで49円68銭で終えています。トピックスも昨日に比べて 63.35 ポイント高の 1494.82 ということで、東京市場は本格的なリバウンドという動きを見せました。そして東証一部全体の 99.3% にあたる2114銘柄が上昇です。下落したのはわずか全体の 0.5%、 11銘柄にとどまりました。先週以降全面安といったことが続いてきましたが、今日は全面高ということで、売り買いですね、株価の売買のシーソーが一挙に傾くといった意味ではまだ相場の不安定感は続いているようです。今日はたまたまプラスに一気に傾いています。新興市場でありますが、マザーズ指数は46ポイント高、パーセンテージにして 6% 高の822、ジャスダック平均株価も102円高、パーセンテージで言いますと 3.3% 高の3193円ということで、東京市場、日経平均、トピックス、マザーズ、ジャスダック、すべての指数がこちら 3% を超える上昇となっています。日経平均の冷やしチャートをご覧いただきましょう。昨日のニューヨークダウというのが、史上初めて、そして史上最高の上げ幅1000ドルを超える大幅高でありまして、東京市場はそれが素直に買いに反映された格好です。 FRB 議長パウエルさんの解任問題をめぐっては、アメリカ政府高官ですね、経済諮問委員会のハセット委員長が否定しているということで、とりあえずの安心感からダウは買い戻されたようです。東京市場もこのようにリバウンドしています。ただ先週以降、先週の売り圧力が強まる以前ですね、2万円ですとか、だいたい2万2000円から2万1000円のレンジ付近から見るとなかなか戻しきれていないと、5日線に戻した程度というのが今日のリバウンドであります。明日大納会でありますけども、相場格言に株を枕に年を越せと、つまり株を保有していれば来年は儲かると、株を枕に年を越せというのがありますが、今年に限ってはなかなかボラティリティも高く、まだまだ市場の不安感は払拭しきれていないようです。今日短期的な動き、今日に限ってみますと、すべての業種、東証33業種中すべてのセクターが上昇しています。特に上昇リバウンド著しいのが石油セクター、 5020JX ホールディングス、 JXTG ホールディングスの株価チャートです。原油相場、このところ下落トレンドが続いていまして、おとといあたりは1バレルが42ドルという場面もありましたが、昨日原油が46ドル台まで反発したと、これを受けてこちら東京市場の原油関連株もリバウンド基調、とはいえ市場全体のボラティリティがまだまだ高く、アメリカもいつ大きく売られるかわからないといったところなんでしょうか。しっかり買い上がるような戻りの要線にはなっていません。結局今日は初め値というのが前場の高値、その後やや売り物に押されて午前中の段階では陰線となっています。 JX 午前中の終値は 7.77% 高でありました。そして東京市場の時価総額最大トヨタ自動車見ておきましょう。こちらも JX と同じような動きであります。先週以降の急落で開けた窓というのを埋め切っていません。逆に昨日から大きく窓を開けて買われていますから、株価チャート大抵下げるときも窓を開けたり上げるときも窓を開けて、その窓というのはいつかは埋まるものでありまして、これ以降何か悪材料が出ると今日の上昇で開けた窓を埋めるような、つまり下落するような可能性もあります。トヨタ自動車、さすがに一気には戻せませんが、今日の短期的な動きを見てみますと、午前中に限っては 4% 近い上昇で終えています。ニューヨークダウの史上最大の上げ幅というのを今日の東京市場午前中の段階では反映していまして、日経平均はとりあえず2万円の大台に乗せてきました。以上、全日経の模様を東証アローズからお伝えしました。